ヨーロッパにおける最も権威ある大会、ヨーロッパクラブチャンピオンシップ。今日はそのグループステージの初戦となります。事実上世界一レベルの高いクラブチームのコンペティションとされています。このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずこのヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージでは全32チームが4チーム1グループに分かれます。そしてそれぞれの各グループの上位2チームが次のラウンドへ進出する形となります。またこの大会を優勝するとクラブインターナショナルカップへの出場権が与えられます。まあ実際にはこのグループステージから決勝まで長い戦いになるわけですけども、はい、とりあえず上位2チームに食い込むためには安定したコンディションが重要になりますよね。なるほど。今ファーストハーフが始まりました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ初戦、まずは1点が欲しいところです。チャンスになる、シュート、立ち上がりから早速ゲームが動き出す。キックオフのいい流れから得点まで結びつけましたね。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。そう、試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですからね。早くも1点先制と幸先いいですね。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。久保、さあ右サイドから上がっていく、右サイド上がっていく、久保ルーズになる。さあ上げる、中央へ、大きく縦へ。アウェー側としては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、はい、相手守備ブロックの間隔が広がって、シュート、詰めていましたね。久保、いやポジショニング選手が光りましたよね。セカンドボールをしっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が外れてこないと、ここまで落ち着いて流し込めませんからね。見事ですね。さらに1点を追加し2対0としています。
バスコ・ギプスコアとしてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。バレッラからマルティネス、これ仕掛けるか、シュート、ゲット、1点差まで追い詰めます。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。あと1点というところ、ブライス・メンデス、ここで前を向けるか、スペースを狙う、あ、いい展開ですね。足元を狙うが、グランダーのクロス、ジャストで合わせてきました。クロスのね、パススキルなんか最高だったんですけどもね。バスコ・ギプスコは決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ムヒタリアンからマルティネス、自分で行く、スルーパスを狙う、抜けた、オフサイドですか。このボールはつながりません。これもオフサイドです。前半終了です。非常に動きのあるファーストハーフでした。差は1ゴール。いやー、北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。次の1点はどちらに動くのかで違ってきますよね。バスコ・ギプスコアとしては早めに追加点が欲しいと思いますから、後半は序盤から仕掛けてくるかもしれませんよ。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ初戦、バスコ・ギプスコア前半で2対1、今のところ1点リードしています。後半キックオフです。グアドラ、大きくサイドチェンジ、最終ラインまでボールを下げる、アチェルビ、チャルハノール、サイドチェンジ、長いパスがつながります。バスコ・ギプスコア、ここでファウルを取られます。注意に終わりました。
プレッシャードリブルで仕掛ける。さあ繋がるか。久保からのスルーパスは通りませんでした。バストーン、ステバの選手からアルナウトビッチ、サイドへ撫でるようなボールタッチ。ステファノ選手、ムヒタリアン、チャルハノール、どうする、こぼれた、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。長いボール縦へ、裏を狙っていきます。さあここでカウンター、アルナウトビッチから緩いフィードボール、裏へ抜けた、仕掛けるか、ここはオフサイドありません。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。裏のスペースを狙う、これを拾いたい、裏へのスルーパス、上げてくる、どうぞ、直接行ってしまいました。この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。抜けてくる、レフリー最終了のホイッスル、2対1、緊張感漂う初戦で見事勝ち点差を獲得、幸先のいいスタートを切りました。この初戦を勝ったことが第一歩であり、その歩幅は大きなものでもあります。さて北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。バスコギプスコアとしては初戦でしっかりと勝ち点3を奪っていいスタートを切れましたよね。特にグループリーグでは勝ち点の争いがシビアですし、そういった意味でも大きな一勝になりましたよね。そうですね、大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパクラブチャンピオンシップグループステージ初戦、バスコギプスコア、あまりにも貴重な初戦勝ち点3をものにしました。